こんにちは。なんだ。え、お邪魔してもいいです？あ、失礼します。どうぞ。お稽古中だったんですね。すいません。はい。映す。お久しぶりです。ほうは年寄らんのじゃ。昔からほう言うだろうが。え？坂本さんが好きだったんでしょ。何が？ほらほら、他の男がおったり。いやいやいや、何の話になってっけ。気持ちいいね。涼しいね。まあ、ほら坂本さん元気そうでよかったっすわ。すごいわ。もう90になられました。93だわ。坂本さんが 93だわ。見えないですね。お誕生会したよ、来いよお前。今日ね、来たんは、この9年前に、僕と一緒にタイタニックじゃわ。タイタニックしたんですよ、長原の渡し船で。渡し場にて。お弟子さんも見られました。みんな見とわ。みんな見と。もっと男前だったらよかったな。よう言うわ。よう言うわ。みんながいいよ。あれを久しぶりに見たいっていうリクエストが最近会社の方にあって、ちょっと最近流したんですよ。そしたらそれプラス坂本さんが今どんな風に過ごされているのかも合わせて調べてきてくださいっていうリクエストが今日あったんです。そうだろ。あと坂本さんが今どのような風に過ごされているのか気になるので合わせて調査お願いします。それではよろしくお願いします。お元気そうですよね。アホは年寄らんのじゃ。昔からほう言うだろうが。相変わらずお口も達者で。はい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 。そうだけど最近はどういう風にじゃあ過ごされてるんですか。こんな風にあの皆さんと一緒にお稽古されたり。でお稽古はな、もうあの一番弟子かやひろって言うんやけどな。かやひろさん。あれに任せてます。あ、かやひろさんにお任せされてる。そう。実は坂本さん日本舞踊の師範でなんと芸歴60年。最近はお弟子さんに指導を任せているそうですが、93歳になった今でも自宅で稽古をつけています。ほんで私はな、この頃な、火曜日とな、金曜日とな、吉川病院のデイサービスに行って。どういうことされてるんですか。言うて塗り絵しようんだよ。坂本さん塗り絵。塗り絵したりな、私は本を持っていてな、本読むんやけどな、リハビリをしてもらうよけどな。リハビリ、どこからいんですか。いやな、私な、手がこうしびれるんよ、首から来とんやって、で首を切ったらな、よたよたでこないなどけんな、娘が切ったらいかんって言うて、リハビリ出してもらったり、こうやって引っ張ったりな、まあ、あの
やたら男前でないおっさんがなしてくれるんやけどな。相変わらずけどやっぱり坂本あの怪物と言われた坂本さんでもやっぱ年齢にはちょっと勝てない。もう93もなるんだもん。そうなんだな。わいが93って言うたら、いや、ほら見えません、若いですって言うてくれるんです。全然見えない、本当に。まあ、ふわっとしておらんて。こんなんしよんじゃんわ。ちょっと見せますね。綺麗ですけどね。うん、こんなんぬいよ。僕、ほなけん、もう、ね、9年ぐらい前から坂本さんとお会いさせてもらって、元気な坂本さんしか知らないから。そう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 。やっぱりちょっと時代感じますよね。年と相応にな、うん、していかなんだらな、うん、もうな。そんな坂本さんですが、無理を言って踊りの方を見せていただきました。背筋をすっと伸ばしてしなやかに舞うその姿は年齢を感じさせません。やっぱり坂本さんはいつまでも変わらない元気そのものでした。結論元気って結論は元気元気そう元気だろ。150歳まで生きる。いやいや125まで125まで、うん、僕出会った途端に坂本さんにお前アホかって言われましたからね。当時お前アホかお前僕ほんまにあの旧テレビ勤めてもう後にも先にもアホかって言うたら坂本さんだけ。そこそこ僕もやってきたんですよ仕事。もう坂本さんだけアホって言った。そうね、すごい。そうねじゃねえか。なあ、ほらけどほんまのアホだったんじゃん。やかましいわ。もうこんな再調査いらないでしょ。はい、元気終わり。もうほんとあれ9年前ですからね。9年前だ。ほらいなろうな、ほら。今ほなけどね、坂本さん、これもう一回ね、あの渡し船でできますかね。もう一回できます。何でもいいよ、ほら。いや、どうした。でも、もうさすがに97歳でしょ。ちょっと体力的に難しいですよね。昭和3年11月24日生まれ。11月24日、うん、僕11月23なんですよ。でも何やしら。坂本さんと誕生日が1日違いということが分かったところで、9年ぶりにタイタニックのワンシーンを再現するべくまたこの場所に戻ってきました。
お前が捕まるけやから立っとらな、ここで立っとらなあかんとるけやん、ここでいけるよ、いけるいける行きましょうまたスローオッケー。いや9年ぶりですよすっごい感慨深かった、俺すごいな、ええか、はい、上がるぞ、よいしょ、元気だな、元気だな、元気だな、ほんまにばっかり言われて、元気だ、元気だ言われてそう、これよな、バスでな、ここの借りて、はい、私まで、はい、ありがとう、面白かったな久しぶりでしたね、久しぶりだったっけ、9年ぶりって言うんだ、あのね、すっごい船の上めちゃくちゃ気持ちよかったですよね、そうそうそう、風がバーッと来て、今日本当にね、うん、久しぶりにお会いできて嬉しかったですよ、ほんまか、ほんまほんまですよ、でまさかこのタイタニックまたやってくれると思わなかったっす、まだ行きとったな、ほんまにこれからもね、うん、ますます元気で長生きしてください、うん、社会のな、ゴミになるように、社会のゴミにならんように頑張ります、こういう元気な坂本さんを皆さん多分ずっと見てたいようにな、ありがとうございます、はい、じゃあ今日は坂本さんありがとうございました、ありがとうよ、すみません、ありがとう、元気だった、すまんない。